はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。いやー、このダークなインドミノソリックス第2世代かっこいいですね。はい、今回もリクエストに答えていく形です。今回ですね、こいつステゴサウルス、まあ結構もう初期からいるキャラクターですね。もう僕も全然もう忘れてたんですけど、こうやって見てみると、すごい、こんなんだっけっていう、なんか新鮮さがありますね、なんか。なんか変に、シワが入ってるしね、骨に。なんだろうね、すごい、こんな色だっけな、みたいな感じだし。初期からちょっとなんか変わったのかな、っていう感じですね。はい、ということで、こいつね、作ってほしいっていうリクエストがあったので、作っていきたいと思います。はい。のしのしと、まあ、スーパーレアなんでね、しかも初期のキャラクターなんで、まあ、そんなに性能には期待してないけど、まあまあまあいいでしょう。ピアノ打ちしていきましょうか。じゃあ早速。はい、スーパーレアなんでやっぱ成功しやすいですかね。おお、一箇所、おお、結構いかついね。なんかいきなりなんか迷彩みたいな迷彩みたいな感じになってますね。なんか、すごい。こんなキャラクター作るのって、すごい、久々というかね、珍しいんでね、こんな初期のキャラクターでスーパーレアなんで。いやー、なかなか、ステゴサウルスとかね、まあまあ、王道の、まあ、草食竜ではありますよね。T-Rex と同じように、有名だし、好きっていう人も、やっぱりいるでしょうね。はい。いやー、ステゴサウルスか。本当に初期の頃はね、作ったかもしんないけど、もう全然覚えてない。全然覚えてないんで。そういった意味では、ある意味楽しみですね。最終進化が。どんな感じになるのかっていう。はい。さあ、4ペア目ですね。4ペア目。はい。まあ、この辺は、まあ、やっぱ成功率は高いですね。はい。さあ、4ペアでいきましたね。ちょっと裏で、コード19が鳴っているんで、大いに任せる。はい。ということで、4ペア。これ1回進化から結構、進化なしの状態からは結構変わりましたね。色がね、色がめっちゃなんかついたっていう感じですね。はい。いやー、しかし、ステゴサウルスっていうのはね、なかなか、リクエスト来た時は作れますねって軽く言ってたけど、結構ね、なんか改めて思うと意外だなっていう。こんな、こう、すごい初期のキャラクターでね、かなり、まあ、ぶっ壊れでもない、なんでもない、本当に恐竜、有名な恐竜ってだけですよね、ステゴサウルス。なかなかこいつ作ってほしいっていうね、リクエスト自体もすごい珍しいのかなって思ったりもしますね。はい。ということで、2回進化、行きましょうか。おっと、なんか、ペースダウンしてしまったか？もしかして。4回で成功するかな、これ。あー、しない。5回。まさかの5回。スーパーレアでも5回とかあるのか。なるほど。さあ、おーっと、2回進化、結構、うわー、黄色と緑、なんかすんごい派手だな、こいつ。すんげー派手。で、まだ、2回進化なんで、トゲとかはね、まだ、そんなにこう、出てきてるっていう感じはしないですね。背中の骨とかの、あれはそのまんまだし、尻尾もね、そのまんまついてたしね、あれ。さあ、じゃあ3回進化行ってみましょうか。早いですけど。なんか、すごい、なんか、意外にもめっちゃ派手だなっていう印象ですね。ステゴサウルス。はい。いやー、餌も1回で4万8000円とかってめっちゃ安い。めっちゃ安いっていうね。もぐもぐと。こんな
背中の骨にまで模様がっていう、なかなかこいつファッショナブルだなみたいな感じですね。さあ3回進化いきましょう。おお毎回のごとく同じ反応で申し訳ないですけど、おおとしか言いようがないなんかなんで頭の上まで骨がついたのどういうことこれ、やばいなこれ。頭の上まで骨が、まあ、トゲが、がっつりついたっていう感じですかね。いや、これ怖いな、これ。ある意味、作ったかもしれないけど、もう完全覚えてないんでね。ステゴサウルスとか。これはちょっと楽しみ。さあ、ちょっと長引いてるぞ。さあ、これ6回目じゃないか。めっちゃ長引いたな。さあ、入れよう。3回進化のステゴサウルス。お？うわーこれ、背中のさ、なんか、あの骨、このトゲが、もう一列増えた。横にもう一列増えたっていう感じで、やべえんだけど、これ。なんかの花びらかっていうレベルで、すっごい、ぶわーっと開いてますね。うわーで、頭の上にも、骨が出てきた。ここにあるはずはないんですよね、骨は。いやー、これ、すごいな、これは。思ってた以上に派手だし、まあ、こう骨がね、4列あるっていうのはすごいよね、なんか。おー、こいつはすごい。ってことで、一応レベル40までやっていきましょうか。はい、餌も安いしね。25万円差。はい。40、融合ということで。いきましたね。体力982のアタック251ということで。まあまあ、スーパーレア。で、なおかつ初期の役立ちなんでね。全然強くないですね。いや、でもすごいな。見た目が思ったよりか派手でびっくりしましたね。はい。一応生態見ていきましょう。お、最初こんなんだったか。ステゴサウルスの平均的な脳の大きさは、クルミと同じくらいだ。ちっちゃいな。脳が非常に小さいため、19世紀の研究者はステゴサウルスの、腰かな。ちっちゃくて読めないんだけど、第2の脳があったのではないかと考えて、そんなわけないでしょ。言い換えれば、お尻の部分だ。そんなところに脳みそある？そんなわけないよね。驚くべきことに、インジェン社が作り出したステゴサウルスのクローン種は、体長約 12.1 メートルと、原種よりも大きい。12.1 メートルってでかいな。むっちゃでかいな。やべ、そんなでかかったっけ、ステゴサウルス。マスラニグローバル社が作り出した新しいクローン種と、原種のステゴサウルスは遺伝子的に同一のようだ。まあ、遺伝子は同一でしょうね。クローンとか、あんの？こいつの、なんかハイブリッド？これなんだっけ？ステゴサウルスとトリケラトプスかな？あ、そっか、ステゴケラトプスっていうのがいたね、そういえば。ステゴケラトプスの、そういえば、要因だったな。忘れてたわ。すっから忘れてたわ。まあまあまあ、ハイブリッドの要因、まあ、ステゴケラトプスは、まあ、かなり初期からいる、それもまたハイブリッドだし、まあ、あいつはあいつでまあまあ強いんでね。初期にしては強い。はい。なんでまあ、まあ、この見た目とかね、あとはステゴケラトプスを量産したいっていう人は、まあ、作ってもいいんじゃないかなと思いますね。ステゴケラトプス、普通にかっこいいしね。ジュラシックワールドエボリューションで出てきた時なんかはすごいかっこよかったですからね。スーパーグラフィックで背中のこの骨があって、尻尾もこういうトゲがついてて、でも顔はトリケラトプスでみたいなね、かなりかっこよかったですね、あれはね。まあ、そういう意味では作ってもいいかもしれませんね。はい。ということで、こいつ今回はこのステゴサウルスをリクエストに応える形で作ってみました。はい。ということで、今回はこの辺で終了にしたいと思います。